皆さん本当にあの何でしょう、まあ、原作を知っていたので舞台でどう表現するんだろうなとかその、まあ、やっぱ戦いの,あの場面だったりも多いのでなんかすごいなんだろう,こうエンターテインメントというか作品になるのかな,なんか本当にできんのかなっていうのが最初にあってもしできたらすごい ものができるんじゃないかななみたいなワクワク感っていうのはすごかったでですすねね聞いたたた時はめちゃくちゃゃく嬉しかったですねただそのゴーセルっていうやっぱキャラクターのなんでしょう,こうプレッシャーというかのもまあありましたけどそれ以上になんかその「七つの滞在」「ザ」ステージに出させてもらうっていうこととゴーセルを演じれるっていう嬉しさが一番大きかったですねやっぱりあのもう少年漫画の。 なんか王道ファンタジーだなってやっぱり読んでても思いますし何だろうこうすすごくワクワクするじゃないですかなんかやっぱ男の子だったらこう一度はなんかこうやってみて必殺技とかなんかそのまあ人間とかそういう魔人族女神族とかいろんなそういう種族があったりとかっていう何だろうやっぱなんか男の子だったりとかが好きな要素が詰め込まれてる作品だなって思うのでやっぱ読んでて一番ワクワクしたりドキドキしたり。 仲間とのなんか話とかもあったりとかでちょっとなんかこう,うるっときたりとかなんかそういういろんな要素が詰め込まれてて素敵な作品だなって思いますねゴーセルもちろん好きなんですけど「バンがやっぱちょっとかっこよくて多分僕絶対できないんですけど絶対できないけど読んでる時はめっちゃバンやりたいなみたいなめっちゃ思ってましたねなんか全部かっこいいですねもう不死身なものもそうだしなんか言動だったりとかも。 かっこい,いなと思いますけど、ね、でもゴーセルのなんかあのななんだろう,おめなところというかもうめちゃく何で,でしょうすごく冷静というかなんかあのまあ淡々と淡々とお茶目なところがすごい好きですねなんかみんなのあの何て言うんですか頭の中勝手にのぞいちゃったりとかすごい真顔でやるじゃないですかあとなんか無表情の目,目がめっちゃ死んでる決めポーズがすげえ好きで。 あれ舞台でちょっと見せつけてやろうかななっって思って思ますなんかいやー俺ここまでお茶目じゃないしこうなんだろう冷静でもないなって思うので意外とない気はするんですよねなんかああのまあ、僕自身先ほどあの言ったようにあの舞台化が決まったっていうのですごいワクワクしてどうやってやるんだろうだったりとかあの表現するんだろう アクションとかどうなるんだろうみたいなそういうなんか想像をいっぱいこう想像力がこう膨らむようなことを実際にその出演するにあたって多分お客様もそうやってワクワクしたりとか何かちょっと不安に思ってたりする部分だったりとか多分たくさんあると思うんですけれどもそれをこういい意味で裏切れるようなというかその想像のまたさらに上を行くような表現だったり、まあ、お芝居ももちろんですけど。 を皆さんにこうお届けできるように、えー、精し精一杯まあ僕はゴーセルというキャラクターと向き合って七つの滞在という作品をザステージという舞台でまた、あ、また新たにあのまあアニメ化もされてますけどなんだろう,う舞台としての七つの滞在を皆様にお届けできたらなと思ってます七つの滞在ザステージ今ですねビジュアル撮影を真っ最中でございますけれども。 すごくあのーまあ他の方のキャラクタービジュアルだったりとか、まあ、あのチラシ画はもう皆様もお目にかかったかと思うんですけれどもすごくなんでしょうビジュアルですでにもうなんだろうなワクワクするというかクオリティがすごく高くてです、ね、自分で言うのもなんですけれども皆様がまだ見てないキャラクターたちのビジュアルだったりとかもすごくです、ね、クオリティが高いのでこれは本編もとんでもないことになるんじゃないかなと僕自身思っておりますので。 ぜひ、ね、そのドキドキワクワクした心を持って劇場に来ていただけたらもうそ,のそれをですね2倍3倍10倍に返して皆様にお届けしたいと思っておりますので是非ね楽しみにしていてくださいそれではえ劇場でお待ちしておりますキュッピーン